千葉県東部にある旭市。ここで津波が車を襲う瞬間の一部始終をカメラが捉えていました。何事もなく海岸沿いの道を走る車。次の瞬間、堤防を乗り越えて盛り上がってくるものが。押し寄せてくる津波。一瞬のうちに車を飲み込みました。水の中で車が翻弄され、やがて浮き上がっていく様子がわかります。地震による津波が未だ大きな傷跡を残している旭市。こちらの家は壁が剥がれ落ちて半壊といった状態になっています。そういった家がたくさんあるんですが、ここはもう家の土台だけしか残っていません。道路はあちらこちらで塞がれた状態。高齢者が懸命に冷蔵庫の間を歩いていました。そして堤防沿いには瓦礫が積み上げられています。この辺はですね、津波来たんですか？あ、来ました。来ました。ああ、はい、もう、ちょうど背の高さくらいね。この辺が、ちょうど水をかぶったラインです。あ、このラインが水かぶったと、はい、いうことです。本当に、一辺でもう全然ね、なんて証言していたな。九死に一生を得たドライバーの男性は、飯岡漁港の付近に差し掛かった時にコーナーを曲がった状況で、曲がったらもう波の壁が隣に見えたっていう状況です。波の壁がもう曲がった瞬間に見えたんですが、その時点ではもう、走るしかなかったんですね。はい。そのもう最中に車が波に巻き込まれたっていう状況で、波が増えて、もう車が浮いた状態ですね。浮いて、もうその状況でもうパニックになりまして、水かさが最大多分2メートル近くまでなったと思うんですけど、その状態で出れば流されちゃうと思ったんで、まあ、少し収まるのを待つしかないっていう。ドライバーの男性は波が引けたタイミングで車を脱出、高台に避難したといいます。まだこう余震が続いている状態ですので、うん、まあ、余震が続くたびにちょっとやっぱり恐怖心が出てきます。安堵感というよりかは、はい、どちらかというと恐怖心の方が、そうですね、うん、怖かったっていうのですね、うん、はい。